さんも、ご存知のように、まあ、エースのカードは、この通り、1枚、2枚、3枚、4枚あります。同じようにキングのカードも1枚、2枚、3枚、4枚のカードがあります。1枚、2枚、3枚、4枚です。上の4枚はキングです。下の4枚はこの通りエースです。なんと全てのカードがエースに変わってしまいます。まあ、この通りエースですね。2枚目です。3枚、4枚です。もう一度おまじないをかけてやります。そうしてやりますとこの通りペアに揃ってしまいます。あなたはダイヤの6を選ぶ。確かに書かれていますね。それではこのカードをちょっと見てください。ダイヤのキング違いますね。いや、実は続きがあるんです。あなたはダイヤの6を選ぶことはない。確かに選んでいませんね。もしもそのカードを選んでいますと、あ、この通りダイヤの6、このカードですね。実は、こちらのカードはすべてダイヤの6のカードなんです。この中からダイヤのキングを選ぶのは非常に難しいですね。実は、最初から予言していました。選ばれたカードはダイヤのキングですね。はい。で、こちらの予言にも確かにダイヤのキング、このように書かれています。こういう形でしっかりクロスさせます。確かにクロスしています。ワン、ツー、スリー、これで外れてしまいます。スリー、大きく変わってしまいます。次にこの辺り500円玉があります。ワン、ツー、スリー、また大きいコインに変わってしまいました。この辺りまた500円玉が出てきます。ワン、ツー、スリー、大きいコインが3枚出てきました。